ポール・ジュール・ジャン・ジャック・ケクランは、フランスの実業家、パイロット。ポール・ケクランは1881年、ミュルーズで生まれる。そも思う織物工場の製造業者で、プジョ条家と共に事業を行っていた父親のアルベール、ケクランと、母親のマリー・エールマンの間に生まれた。母のマリーはポールが生まれた後間もなく死去し、 父親は後にアドリエンヌ・ヌグロスと再婚、二人の子供、ジャックとマドレーヌを設けた。ポールは1908年から1912年にかけて飛行機の製作を行い、いくつかの成功を収めた。彼は機体やプロペラ、その他のアクセサリーなどすべての種類の作業を自分で実行した。彼はデイリーメールによる賞金を獲得しようと、 英仏海峡の横断に挑んだ飛行家の一人であった。1909年、彼はビリー・シャティオンで飛行学校を開設し、1910年にはムールムロンで2番目の学校を開設した。学生は合計2000フランを支払って、講義を受けた後、プライベートのパイロットライセンスを取得することができた。1910年12月19日、 マルトニールは試験に合格し、レモンド・ドラ・ローシュに次ぐ二人目の女性パイロットとなった。彼は、アルフレド・ド・ピショフと共に1908年から9年にかけて飛行機を製造した。デュテールシャルマーの20馬力水平対抗エンジン2機を搭載した飛行機で1908年10月29日にベリジー・ビラクブレで飛行テストを行い、300メートル。 および500メートルの飛行に成功した。ポールは第20飛行隊に所属したが、1916年7月20日に負傷し、その傷がもとで8月17日にエティヌエムで死去した。ありがとうございます。